まあでも、はい、おはようございます。今日はベルナティオです。ゆっこパイセン、よく眠れましたか？私ツインベッド苦手なんですよ。でかいってこと？あ、2つ、あ、怖いってこと？はい。今日もちょっとあんまりすぐには寝つきませんでした。なんで、あんないいとこに泊まっといてもツインベッドが苦手だから。ツインベッドが苦手だから、はい、はい、じゃあやっていきますか。はい、ね、よろしくお願いします。はい、はい、もう連弾を一回した。コース分かってる、コース分かってる人。あんまり覚えてないです。フラウェイです。はい、じゃあ皆さん今日一日よろしくお願いします。行きます。ゆっこパイセンに聞きたいこと。はい、自分ベストが80なんで80切りの秘訣を聞きたいです。80切りの秘訣、そんな私も知りたいけど。やっぱ寄せ番がうまいじゃないですか。寄せ番がいい感じにいくと2オンできなくても、プリ回り、プリ回り、パターとアプローチがいいと今日、繋げてる。開いて、うん、このまっすぐっぽい。おー、早っ、早っ、決勝。うん、よいしょ。ではここでゆっこちゃんに聞きたいこと。聞きたいことは、はい、センターショフトのパター選んだのは何でですか？もともとマレット型使ってたんですけど、センターじゃない、何、こっち側のやつね、根元側ね。そうそう、使ったんですけど、うん、今のやつをあのいただいて、別にそんなもともと特にこだわりなかったんでパターにで、何もの先入観もなしに普通に打ってました。使ったら良かったってやつ、はい、もらったから使ってるってやつ、はい、なるほど。使ったら良かったっていう。ただセンターショットですね。センターショット、あれ、センターショットとかそういうのもよく分かってなかったんで。真ん中に刺さってるのはセンターショット。今日は多分ヘイズが被ってますね。左にします。うん、ショー、おー、超えたでしょう。ラフですけど、そんな待ってない。お、超えたじゃん。バンカーは超えた。ちゃんと言ってないぐらい。うん、当たりは良かったね。前が悪いんです。やめにしよう。ショー、うん、オッケーオッケー、完璧じゃん。よしよしよし、ね、よしよし。ナイソン、はい、ナイソン、ナイソン、超うまい。あー、ごめん、ナイス、ナイス、うん、おいしょ、おいしょ。
いだったからオーバーしたんだからピンが手前だし空気が重たいんで、うん、7番に届かないと思うんですけど奥嫌なんでさっきと一緒だったら届くよねうわ、降ってるよいしょ、行ったナイソン振ってるねゆっこちゃん聞きたいことそうっすね、じゃあ同じクラブネタですけど、うん、なぜヤマハを選んだんですかなぜヤマハを選んだのか なぜヤマハなのか、はい、去年このインプレスの UD プラス2が発売して、はい、実はあの広告のお手伝いをさせてもらったんですよはい、なるほど、はい、それもあって、はいはい、使ったらめっちゃ良かったんで、うん、あのプラス2番って、まあ、飛びますからね非常に、はい、特にアイアンがめっちゃお気に入りなんですうんガチでプラス2番ガチかガチであの確実に前使ったクラブよりかは、うん、アイアンの飛距離は伸びました私7番でもともと120ぐらいだったんですけど、はいでも130、135ぐらいはおー、じゃあ1番手で飛んでますもんそうじゃないか、はい、2番も飛んで2番手ですね、まさにそうぐらい行くんですよですよ、はい土心食った時140いきますうまいおー、ナイスこれうまいちゃうなフックじゃ、あれまっすぐだなまっすぐでしたねすいません、バッパッパッナビすごくないこれなんかあんまり関東の方では見ないナビですよねすごいよねこれそうなんですよ結構うねうねしてるの、うん、この位置がここですと教えてくれるんだうんゴールじゃない、グリーンかゴールではないでもゴールですよ、うんゴールでありグリーンである、はいうんはい、ゆうこちゃんに聞きたいことをゆうこちゃんに聞きたいことは家で何か練習とかはするんですか家の中で何かやってます家ではしてないっすねこれストレッチとかあストレッチ、うん、あ寝る前にストレッチはしてますストレッチで思い出した今日こういうストレッチやってないおー大事なやつよいしょおっとけど大丈夫っぽい大丈夫っぽいよいしょステイどうかなよいしょよいしょナイスナイスおおどや6番7番すごいスラじゃない違う子うんたぶん大丈夫ゆうこちゃんに聞きたいことパターを上達するにはいやそれ私も聞きたいんですよ落ちたなんだろう初めての子でもあこの人パターうまいだろうなって思うとはなんかやっぱ構えがいいっていうかすごい、まあ、共通ってまだ見つけてられてないんですけどまっすぐストロークいいなみたいなあとは私も知りたいです。よいしょ。よいしょ。おー、ナイスドロー。あ、オッケー。完璧です。よしよしよし。うん。よいしょ。
スイング変わったね。え？スイング変わった。変わったんです。うん。いやだって振ってんじゃん。振ってます。ね。いいじゃん、迷いがなくて。カーナリーですか。カーン。カーナより全然いい。カーナ、カーナもなんかヘロヘロになってた。あー。うわー。惜しい。パ。おお。落として。またいいとこ。ゆっこちゃんに聞きたいことを。聞きたいこと。はい、猫派でしたよね。猫派かどうか。どっちも好きなんですけど、うんうん、犬と猫ですよね。うん。猫飼ってます。猫飼ってます今。お。実家で実家で今。もともと犬と猫両方飼ってて、もうみんな老衰で亡くなっちゃって、うん、今また新しく三毛猫飼ってます。かわいいですか？かわいい。でも私は将来結婚したら犬と猫両方飼います。よいしょ。打つところがない。どうしよう。いや、出すだけにしようかな。うん。まああのクリーク越えしようかなと思ったけど。超えると。120打てば多分超えると思いますけど、120。めっちゃ打ち上げになるよ。多分超えても。出します。うん、おお、うまい。あ、ねえ飛びすぎじゃない？あれ。大丈夫ね。大丈夫。そう打てるのかな。めっちゃ晴れてきた。ね、よかった。うん、あ、やばい。あ、でもお願い。投げる。なんかっぽい。左足下がりのピンチ。うん、奥も速そう。すごい。お、ダボで収まりそう。うん、手前から S でエッジくらいを狙うそうです。はい、おお、当たりはいいんだけど。上がりすぎたわ。うん、上がりすぎた、上がりすぎた。上がりすぎましたね、今の。スライス？なんかね、ほんとよくわかんないですよ。スライスっぽいけどね。はい。うん、曲がんない。はい、ナイスパー。すごい、よしでした。うん。さすがですし。しょ、完璧じゃん。うん。振り回した。おー、よいしょー、すげーかっけー。ありがとうございます。ここの、あのレストランの箱根もめちゃめちゃ美味しかった。美味しかったですか？はい、うん、むずいっすね。うん、おー、いいじゃん。ちょっとダフった。うん、乗ってる乗ってる乗ってる。あー、30からあると思うんですよ。うーん、ちょ、乗った。ほんとだ。
うん、オーバーの手応えあったんですか？意外とない。ちょっとやばいかな。わからない。お先します。よいしょー、お、フック転がってった、コースなり。ナイスショットです。ありがとうございます。ゆっこちゃんに質問するコーナーがあるんですけど、聞きたいこと何かありますか？なんであんなに 急に上手くなるのか。やっぱり急に上手くなる。この1年すごい上達行きましたね、びっくりしました。ぜひ秘訣があれば教えてほしいです。いきましょう。じゃあよいしょ。オッケー。転がってます。なぜそんなに急激に上手くなったのかと質問いただきました。夏はボロボロでしたけどね、うん、からマンブリ練習、頭を右に残して振るっていう練習をしてます。今は、はい、それだけ。それだけ。後で言っておこう。じゃあ、はい、ピンがすごいところにありますね。頭右に残すと何かいいことあるんですか？椅子にこう行くよりも、うん、右に残した方がピュンってくれるらしいです、うん、はい、実際そう見える、うん、こういわゆる引っ張り合いっこみたいな、うーんって言われて、なるほどと思って。え、体重も右なんですか？あんま気にしてないですね。あ、じゃあ頭だけなんだ。頭だけ、頭だけ右に。体は勝手に回る。はい、そう。で、インから入れようとか、アウトから入れようとか何も考えないで、うん、なんか平行素振りのまんま、なんか前傾したみたいなイメージだった。あ、じゃあ素振りも今座ってるもんね。はい。いやでも、どこ狙いますか？ピンを、ピン狙って、ちょっと右に行ったらいいなって感じで、計算なりに。ナイスじゃん。ナイスオン、うん、完璧じゃないですか、うんうん、結構優しくなったのに。残念。ナイスバー。ナイスパー。今日すごく楽しみにしておりました。ぜひ新潟に来てほしいとずっと思ってまして、はい、願いが叶って、またはい、見ますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。